表参道、ケ明ビルホロニエル、アールストラーダ,ダン・のリヒコは、日本の建築家である。日本建築学会商業績賞、吉岡賞、ジア新人賞などを受賞している。1956年、作曲家、ダンイクマの次男として、神奈川県三浦郡葉山町に生まれた。神奈川県立湘南高等学校を経て、東京大学工学部卒業。 さらに同大学院で学び、建築家、牧文彦に指示した。その後は、イエール大学大学院に留学し、帰国後に建築設計事務所を設立した。建築設計活動の傍ら、土木と建築の融合や、新町や論など建築と環境の関係性の改善に関する主導的な提言を行っている。台湾東沿国際空港及び実月単における、 国際コンペで一等を獲得。国内では日本橋室町東地区開発のマスターアーキテクトに指名されるなど、国内外のプロジェクトの活動とともに、ユニバーサルフォーム論や多元的世界と建築等の造形論に関する論文でも国際的に注目される。2011年完成した実月館高山ビジターセンターは、 台湾国内で高く評価され、実月端の人気観光スポットともなった上、同年の台湾建築賞として入賞された。愛知万博の計画では、初期の海上構想に関わり、海上の森の保全をめぐっては、環境保全を重視して、新住事業など、旧来の開発手法を厳しく批判した。この論争では後に、長野県知事となる作家、 田中康夫から取材を受けたのが縁で、同県で制定されたマスターアーキテクトに指名されることとなった。台湾東園国際空港第一ターミナル層祖父は、三井合名理事長で決命団事件で暗殺された段拓馬。祖父は、参議院議員の段伊能。祖母は、宮内省大前頭を務めた上野喜三郎の御助、美智子。王子は、生物学者の段勝馬。 兄は、群馬大学教育学部美術専攻教授の、断名保機。娘は、タレントの段春香。王は、英子が、服部金太郎の長男で、服部時計店の二代目社長を務めた、服部玄三に、同じく王馬、ト富子が、加藤・孝明の次男で、東名火災会長保険の取締役を務めた、加藤・コ太郎に、同じく王馬、ヨ米子が、 佐々木隆之の孫で、元神宮大宮市の佐々木幸忠に嫁ぎ、おば、秋子が、ブリジストンの社長を務めた、石橋寛一郎に嫁いだため、団家は、成功の創業者一族、服部家や三菱財閥の創業者一族、岩崎家及び、住友財閥の創業者一族、住友家の親戚となる一方、ブリジストン創業者の石橋昭二郎や、 元内閣総理大臣の鳩山一郎、鳩山幸男とも当園の親戚になった。ありがとうございます。